りましたので、本日も、寒い中お集まりくださいました。ありがとうございます。本日は果物が好きですか、好き嫌いの問題についてというテーマで、関根和夫先生にお話をいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。向こうにつながってください。はい。今日はYouTube に載せるのは音声だけに、今日しておきたいと思いました。別に特別な意味がないんで、意味はないんですけど、ちょっと音声だけでやってみようと思います。で今日はこの講座のタイトルが果物は好きですか、好き嫌いの問題についてとなってますけれども、今月の聖書の言葉は私は誠のブドウの木、私の父は農夫であるという、これはイエス様が語った言葉で、私は誠のブドウの木、私の父は農夫で、この後のところで私はブドウの木、あなた方はその枝ですという、ブドウの木という歌がありますけれど、その中でもそのまま言葉を書いたんですけれど、で、あなた方は私につながっていれば多くの実を結ぶという下りになっています。で、まあ、この言葉が選ばれたのは、おそらく収穫感謝、ね、収穫感謝であったりとか、それから秋を感じるとか、作物ができるということの大切さを知るということのためなんだと思うんですけれど、今日あえて私はちょっと タイトルを変えて、果物は好きですかという、質問と好き嫌いの問題についてということで少しお話をしようと思いました。今朝子どもたちと礼拝があったんですけれども、そこで子どもたちにブドウ好きな人って聞いたら、ほとんどの人が、何人かもちろんつられて手を挙げる人もいると思いますけれど、でもほとんどの人がブドウ好きって答えてましたね。で一応ここにですね、好きな果物、それから好きな野菜というので3つまで選んでもらって、これ子どもたち主に保育園の子どもたちの統計なんですけれど、好きな果物は3つまでとあると、バナナ、イチゴ、リンゴ、みかん、ブドウという順番なんですね。バナナ、イチゴ、リンゴ、みかん、ブドウ、皆さんのお子さんはどうですかね、こんな順番でしょうかね。それから好きな野菜、人参、さつまいも、かぼちゃ、トマト、トウモロコシという順番ですね。人参、さつまいも、かぼちゃ、トマト、トウモロコシ、ブロッコリー、ほうれん草、本当かなと思うような感じがしますけれど、で逆にですね、嫌いな果物とか嫌いな野菜っていうと、たまたまこの統計のあれなのかもしれませんけれども、 50% ぐらいの子供たちが別にないっていうんでしょうね。別にない、だからよく食べてるんだなと思うんですけど、でも個別にお話を聞くと、うちの子はこれ食べられないんですよねとか、これが嫌いなんですよねっていう子が案外いるんですね。だから小さい子供の場合には質問の内容がよくわからなくて、いい加減に答えたわけじゃないんだろうけれども、嫌いな果物とか嫌いな野菜の名前が出てこなくてわかんないとか、別にというふうに言ったのかもしれないなとちょっと思ったりしたんですが、そういう状況の中で私今日ぜひぜひ皆さんとお話をしたかったのは、親を見て子供が育つというふうに言われるので、意外とお母さんお父さんが好き嫌いが多くて、それを子供の前でこうあからさまにしていると、子供も意外と好き嫌いが多くなるというふうなことは言われます。だからといってそれを隠すといってもなかなか難しいわけですよね。ただ影響は大きいということは言えるんだと思うんですけども、私が今日話したいのは、食べ物全般についくつかのことなんです。食べ物全般について、これは食べられるもので健康のために良くて、しかも元気になるために必要でという、食べられるもののリストをできるだけ多くお母さんお父さんには持ってもらいたいと、子供たちと一緒に関わるとき、これは美味しい、もうだから食べ物のリストをできるだけレパートリーを広く、そんなに一緒にいつでも何でもかんでも食べられるわけではないですけど、でも
これはね美味しいみたいだよというそのレパートリーを増やす努力というのはちょっと必要かなと思うんですよね。料理できるできないということよりもこの世の中には食べられるものがたくさんあってしかも多くのものはいろんな人が努力をしてもう丁寧丁寧に育ててこう作ってくれているものというのがたくさんあるということはあのお父さんお母さんがものを食べながらあるいはしみじみこういうのを見ながらこれは美味しいねと言いながらこれ一体どこで取れたんだろうとかどういうふうに作られたんだろうねというふうなことについては、だんだん分かち合う素材にしてもらいたいなと思うんですよね。あまりにも今レトルトであるとかもちろんレトルトが悪いわけではないんですけどもこうチンすればできてしまうってもいっぱいあってなんとなくその食べ物についてのなんていうかありがたみっていうかありがたみというのがあんまりこう感じられなくなってる時代なのかもしれないんですよね。もちろんレトルトだってどっかの会社で作ってるわけですからそれ辿っていけばいろんな人の手が加わってるわけなんですけれどもでもやっぱりなんか一つ一つの食材、まあ、魚にしてもお肉にしてもあるいは果物にしても野菜にしてもお米にしてもその食材自体に対しての興味というのをぜひお父さんお母さんがたくさん持ってもらいたいんですね。どういうところでできるんだろうねとかいつ頃取れるんだろうねとか、どこで取れたんだろうねとかという事柄をできるだけ話題にしてほしいというのはあるんですよね。学校でなかなかそれができないんですよ実際はね。社会科の時間にあのこの辺の特産物は何とかっていうのはあるんですけれどもでも食べる喜びということと一緒にそれが伝わる必要があるかなと思うんです。それから好き嫌いのことに関してですけれどもやっぱりお父さんお母さんにとっては、子供が例えば食べたくないとかこれは嫌いだとか言ったらやっぱムッとするし特に自分でね丁寧に作ったにもかかわらずこんなのいらないって言われればムッとして怒りたくなるわけですけれどその時にちょっと注意してほしいことがあるんです。それはある時期あるものが好きであったり嫌いであったりというのは人間の生活の中には起こり得ます。例えば皆さんでも子供の頃食べられなかったけど今結構おいしく食べられるんだよねっていうのはあると思う、ね、だからいつでも何でもずっと同じものをずっと好きでいなきゃいけないっていうことはないので好きだったり嫌いだったりその時は食べられないなと思ったり食べたくないなと思ったりすることあるということはぜひ一応ですね理解してほしい。それからもしかするとアレルギーがあって食べられないものというのもあるかもしれないし一度例えばそれを食べてお腹を壊したりすると意外とそれがトラウマになってそういうのってもうなんか見るだけで嫌だというふうになってしまうことも案外多いんですよね。ですからそういう理由があって食べられないということもあるのだということを頭に置いた上で食べられない食べたくないといった時叱りすぎないでほしいんですよ。叱りすぎないでほしい。つまりそれについて叱るなというわけじゃないんですよ。食べてほしいわけだからなんでってね食べてほしいんだけどなっていうのはいいことだし食べなきゃダメだよっていうのも悪いことではないと思う。だけど食べなきゃダメだよということと食べなかったらあんたのことを嫌いだよということを一緒にしないでもらいたい。わかりますか。あなたが何かを叱るときあなたは何かについてこれ食べ物だけじゃないでしょうけれども何かを叱ったりしなければいけないときそれは叱っていいんです。でも叱っていいんだけどその出来事とだからあなたねこれ食べなかったら私大嫌いだからあなたのことって心の中でそう思っていたとしてもそれはね伝え方を十分に注意してほしいと思うんですよね。なぜかというとそのことがあるとですねできない僕のことできない私のことをお母さんは嫌いなんだなというふうに子供はやっぱりね頭の中にこう植え付けられちゃうんですよね。ノーという私のことをお母さん絶対嫌いなんだなってだけどノーと言わなきゃいけないことがあるしで気をつけないとそういうのって小さい時から子供が嘘を覚えるきっかけになっちゃうんですよね。お母さんに褒められたいから嘘を言うんですよ。食べたよあれとか本当は食べてないけどで例えば小学校などに行って例えば
算数の点数が10、ね、100点満点で15点だったと、ね、でそれやっぱり心配だから、こんな点数じゃダメじゃないって言わなきゃいけないし、もっとしっかり勉強しなきゃダメじゃないって言わなきゃいけない。それは言っていいんだと思います。言わなきゃいけないと思う。やっぱり責任ある親だったらそれは言うべきだと思う、心配だから。だけどそのことと、こんな点数だったらあなた大嫌いだからねということを一緒にしないことが重要なことなんですね。もっと勉強した方がいいよって言わなきゃいけない、このままだと大変だよって言わなきゃいけない。でもそれはそれとして、あなたの存在は、ね、あなたの存在は大好きなんだよという事柄をこう分けて考えると言いますか、この人がやらかした結論あるいは結果と、その人の存在というのは別なこととして考える。こういう状況だったらお母さんはとても悲しい、お父さんはとても悲しい。でもまあね、だからこのことについては頑張ってもらいたい、もっとこうやってもらいたいと言っていいんです。でもそこで終わると、あ、期待に添える私は好きになってもらえるけど、期待に添えない私は嫌いなんだなと考えてしまう、感じてしまう。で、頑張れてるうちはいいんですけど、ちょっと嫌なことが続いたりするともういいやって投げちゃうんですよね。どうせ私のことなんか嫌いなんだからって、やったってやったって何もね、褒められることなんかないしと言ってふてくされてしまうと、なかなか元に戻らない。だからある事柄について欠点が見つかり、ある事柄についてまずいなっていうことがあったとしても、それを忠告し、それをある意味でこう叱ったり責めたりということは必要な時がありますけれども、それと、このことはとても残念だったけどね、でもね、お前のことは大好きだからね、というところをぜひ押さえていってもらいたい。この両方です。だから好き嫌いがある、で好き嫌いがあって、それはね、本当にこれ美味しいんだけどなって言って食べてもらい、ね、食べてもらいたいという気持ちを表していいと思うし、これ食べられなかったらね、成長にやっぱり妨げになるからね、食べてよって言ってね、こう頑張らせることはいいことなのかもしれません。でもそれでも食べたくない、もう食べられないって言った時、じゃあそんなことだったらあんた嫌いって言ってしまわないことが重要です。その辺の結論は意外とお母さんやお父さんたちは意外と早い場合が多いんですよね。で、言葉で言わなくてもやっぱ態度でだ、ね、態度でじゃあって言ってもこうね、本当にこう荒々しく片付けてしまう。でその後話もしないということになると、何も言ってなくても嫌われてんだなっていうのは感じちゃいますから、修復は意外と大変です。子供はやっぱり拗ねますので、拗ねた心を癒すのはとっても難しいんですよね。だからそういう意味では、この事柄についてはね、この事柄については大変だと思ってるし、こういうことについてはお母さんね、好きじゃない、ね、心配だし悲しい、それを言っていいんです。でもだからイコールあなたのことは大嫌いというふうに矢を向けないというか、わかりますか？わかるかな？なんとなくわかります？私ね、いまだにね、モナカがあんまり食べられないんですよね。理由はよくわかんないんですよ。で、いろんな人にいろんな話、きっと昔食べたモナカの皮がなんか安いもので口の中くっついたんじゃないのとか言われる。そうかもしれないんですよ。あるいはもしかしたらおばあさんが古いモナカ持ってきて食べろって食べてお腹を壊したのかもしれない。わかんないんですよ、あんまり覚えてなくて。でもモナカはなんとなく手が出せないんです。で、おばあちゃんはね、もう私小さい時本当におばあちゃん子だったので、おばあちゃんがモナカをもらってくると、まあ、出してくれるわけですよ。でも食べられないんですよね。でもうちのおばあちゃんもただただ甘いおばあちゃんですからね。じゃあいいやね、じゃあ別のもので何が欲しいのって大体聞いてくれたんですね。そう、大体私甘党ですから、まんじゅうとかそういうね、まんじゅう食べられてものが食べられないっていうのはどうしてだろうってよく言われたんですけど、しょうがないですよね。もうそれね、もうなんとなく嫌なんですもん。他のものは今のところいろんなもの食べてきましたけど、もなか以外は大体手が出ます。大体
私と一緒に食事は楽ですよ。何でも食べますし、本当にどんなお菓子でも食べられるんですよ。でもモナカはなんとなくね手が出ないんですよね。まあ少しずつでもね食べられるようになってきたんですけど、あのお客に行って、ね、出されればやっぱりね食べられませんっていうのは失礼だと思うから、なんとなく食べて、あ、美味しいなと思うこともあるんですよ。あんこは好きなんですよね。あんこが好きなのにモナカが嫌いで、しかもですよ、アイスモナカは食べられるんですよ。これが不思議なことですね。アイスモナカは食べられるけど、あんこの入ったモナカはダメなんですね。なんでとか言われても理由は全然わからない。嫌いなんでもしょうがないじゃんみたいな、ね、で、アイスモナカってくっつきますよね、口の中ね。でもね、意外とアイスモナカは別にアイスモナカ OK なんですよね。だからね、これね、なんでって言われてもうまく説明できない。なんで嫌いなのって言われても説明できないですよね。だから責められれば責められるほどなんか理不尽さを感じる。わかんないな私ね、僕だってみたいな。だから基本的には好き嫌いがないことが望ましい。それはそうですよね。でもいろんな事情が、子供は子供なりのいろんな事情があって食べたくない時があるし、食べられないような気持ちになることがある。その時にはそりゃ悲しいと言っていいし、食べろよって言ってもいい。でも食べられないんだったら嫌いだお前なんかって言わないでほしいんです。もうそれは冗談でも言わないでほしいんですよね。子供にとって一番重要なことはね、いていいんだなって感じることなんだと思います。いていいんだなって感じる。子供は常に目を光らせて、僕はいていいのかなっていうことを、うん、親からこう感じ取ろうとしていると思います。いていいのかなって。園だってそうですよね。園に来たばかりの子供たちはいていいのかなってこう思うわけですよね。で、懐いてみて大丈夫だったりとか、遠くにいてみて大丈夫だった、まあ結構自分なりにね、あの子たちも研究してるわけですよね。で、先生の反応を見ながら、おいていいんだなとか、ここまでだったら大丈夫だなみたいな、結構やりますね。ね、で、家でも同じなんですよ。実は成長していくと今まで考えられなかったような言葉が出てきたりとか、今まで考えられなかった知恵がつきますから、あそこっちはこうだったよっていうことを急に言い出したりとか、よその子と比較して、あそこっちは大丈夫なの、なんでうちはダメなのみたいな、とお母さんだって説明玉ができないからめんどくさくなりますからね。あそこっちはあそこっちなんだよと、ね、言いながらね、もう問答無用みたいな。で、結局言葉がこう止まってしまうと、嫌いお前なんかってあそこっちの子になっちゃいなみたいな感じになってしまうことがあるわけで、これはね非常に危険ですね。そういう言葉ってね、子供の頭から消えないんですよね。もちろんだからって分かったとは言いませんよ、すぐには。でもね、どっかに残っているとね、それが拗ねる素材になってしまうんですね。じゃあ僕はいない方がいいんだなとか、じゃあ僕は いなきゃいいんだなみたいな。で、小さな子供のうちからそういうふうなことを育ててしまうとね、やっぱり良くないんですね、ですから本当に食材をいろいろ調べて、食材についてのいろんな知識をお母様方、お父様方は持ってもらいたいし、そしてそれを子供とこう話題にしてもらいたいんですよね。話題にしてもらいたい。なかなか乗ってきませんよ、そんな食べるのに忙しいから。そんなバナナどっから来たら、そんなことはどうでもいいので、意外とね、もうバナナ食べるだけでいい。だけど食べるだけでいいんだけど、でもこのバナナもね、わざわざ海を渡ってきたものがいっぱいあるわけですね。で、これどっからどこでできたんだろうねというようなことでの興味というか、食育ですけど、要するに食べ物にまつわる情報をもう少し全体的に増やすことと、食べれるもの食べれないものがあった時、あんまりこうぎゅうぎゅうにこう詰め込まないで、食べれることは喜んでいいけれど、食べられない時にあんまり無理に、あのだからそれね、そういう子は嫌いという、好き嫌いのところにそれをこう子供をこう問い詰めてしまわない、追い詰めてしまわないというのは大事なことかなと思うんです。不思議なことに、その友達が、大好きな友達がそういうのをね、ここではいらないとか嫌いだとか言ってる、でも大好きな子がそこにいて、ね、園にいて、で、大好きな子、これ大好きなんだって言ったりすると、意外と食べたりするんですよね。不思議なもんですよ。だから子供も
どこでどういう影響を受けるかわからないので、可能性はいくらでもありますから、可能性を潰してしまわないことが大事です。で、可能性を潰さないためにどうしても重要なことは何かというと、その子の存在を全体的に否定してしまわないという、その子の存在を否定してしまわないこと、その子の存在、だからお母さんにとってこれ気に食わない、うちの子はという部分があったとしても、でもそれはそれでこの子がいてくれることは嬉しいことだというふうに考える、この子の存在は尊いものだと考える、いてくれてありがとうってね、ずっと私いろんなところで言い続けているんですけれど、根っこの部分にいてくれてありがとうという思いを伝えさせるという努力をどっかで持ってもらいたいんです。ある事柄についての悪い部分についてはもちろんそれは指摘しなければいけないし、叱らなければいけないことはいっぱいあると思う。でもそれを、だからお前の存在なんかいらないんだよというふうに持っていかないこと、それはぜひぜひ気をつけてもらいたい。で、これ食べ物の場合にはね、本当に食べて喜んでいるとか、食べられないことでちょっと気まずくなった時に、やっぱり、ね、一番食べてる時ってね、一番安心してるんですよ、人間ってね。食べにケーション、飲みにケーションって言われるんですけど、食べてる時ってやっぱり、ね、一番ね、こうね、鎧が下がってる時なんですね。だからその食べ物を土台にして、お前なんか嫌いっていうことが結構ね、ぐさっとくるんですね。ですからぜひぜひ、まあいろんなものを食べられる方がいいんですけれども、食べられないことがあったとしても、ちょっと長い目で見てあげることと、食べられないことは残念だということは伝えることがあってもいいですけれども、だからお前嫌いという、そっちに持っていかないようにですか。短絡的にどうしても好き嫌いでね、この意見が合わなかったらお前嫌いっていうふうに考えてしまう、その心の狭さというのはとても残念なことだと思いますね。ですから子供はどん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 これからね、いろんなものを食べて育っていくわけでしょうし、いろんな味を覚えると思いますけれども、でも食べることを楽しむというね、食べることを楽しむということをぜひぜひ育てていただきたいと思うんです。食欲の秋はもう終わりで、これからクリスマスになるともうケーキがね、ものを言いますけれど、まあケーキ食べ過ぎるとね、どうしてもやっぱり虫歯になるし大変だと思いますけど、でもまあ食べることを楽しむというね、習慣をぜひぜひ、まあ食べ過ぎない程度にということなんでしょうけれども、子供の時から味わせていただけたらと思っています。そうですね、そんなところでしょうかね。あとはね、食べ終わったら歯を磨くというのも小さいうちからとっても大事なことと言われているので、やっぱり大事なことなんでしょうね。はい、歯医者に行くたびに時々ね、しみじみと口の中を眺められて、あんたどういう食生活をしてたのっていうふうに、そういうイメージでですね、歯医者さんは私の口の中を見てるような気がするんですけど、やっぱりね、もうちょっと前から気をつければよかったなと思って、ばあちゃんが教えてくれればなとつくづく思ったんですけれど、でもそれ自分やらなかったら自分が悪いんですけどね。でもぜひ食べることを楽しむこと、歯を磨きながら食べることを楽しむことというのをぜひお子さんと一緒に、ご主人と一緒に、楽しんでほしいと思います。そしてどうぞ食べてるとき、あるいは食べられない人がそこにいたとき、だからあんた嫌いって言わないでほしいのです。それだけ今日覚えておいていただけたらありがたいかなと思っています。